さて、はい、今回は、吉祥寺にまたやってきました。いやもう今日めっちゃ天気がいいからさそうそういいの、お散歩日和だね。そうで、まあ、またご飯食べていこうっていう感じでやっていこうと思います、ね、はい、行ってきます。やってみました今俺喋れてなかったいやポカポカ陽気で気持ちがいいね、すごく、ね、そうなのね。いや穏やか。なんかさ、駅の方は風めっちゃ強かったけど、そうそうそう、こっちなんか風収まったね。収まりました。うん、いい感じ今。そうね、ニュースとかであのコロナウイルスに関して、うんうん、結構さ、俺映ってる？映ってるよ。映ってるよ。とか報道されててさ、うん、まあ、あの休校になる、学校とか休校になるところとか多いじゃない。うん、でもさ、まあさ、YouTube ぐらいはさ、ちょっと、そうね。外とかでさ、撮ってさ、みんなにさ、まあ、なんか、外の映像とか映したいなと思って。平和なところをね。そう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 。ここら辺座る？うん、座ってご飯食べよう。はい。はい。よし、やっぱね、人混みはちょっと避けた方がいいかもしれないけど。そうだね、うん、公園とかだったらまだ大丈夫か。ちょっと乾杯しましょう。えい、乾杯。乾杯。あ、うまい。うまいね。今日はね、うん、カーニバルのお弁当と、はい、焼き小籠包をね、買ってきた。焼き小籠包食べてみる。ででん、めっちゃ美味しそう。美味しそうじゃん、焼き小籠包、ね、焼いてるんだ。そう、焼いて焼き目がで、中にね、結構ね、スープが入ってるから、ははは、割ってくれていいよ。ありがとう。いただきます、うん、先食べて。これ中に汁入ってるの、うん、多分食べ方が書いてあって。いただきます。気をつけてよ、気をつけてよ。うん、うん、美味しい汁だけでも美味しいよ、これ。結構出てくる？うん、うん。でもあれでしょ、ちょっとは冷めてるでしょ。うん、でもちょうどいい美味しさ。うん、いただきます。うん、あ、めっちゃ汁が出てくる、ね、うん、うまい、うん、俺なんか全然食えるよ、俺。うん、もう今何時？12時ぐらいかな。12時半くらいだと思う。12時半ぐらい、うん、昼間から飲んでるわ。いいね平和。しかもちょこっとじゃないの、ロング缶っていうの、ね、確かに、ね、でもね、うん、そのみんなさ、うん、送ってくれる方とかさ、うん、ロング缶じゃん、ほとんど。そうだね、本当に分かっ、ありがたい。分かってらっしゃる分かってらっしゃる分かってらっしゃる、ありがとうございます、いつも、うん、ありがとうございます。もっと食べていい？食べて食べて。お弁当もこの中の汁がめっちゃ入ってるの。スープがね、うん、スープがすごい入ってて、さすが小籠包。うん、これ6つ入ってていくら？600いくらだった？620円くらい、うん、多分安いと思う。これだけでも多分女性の方とかだとあのお腹いっぱいになるかもしれん。でもね、残念なお知らせ、はい、ここのお店2月末で閉店しちゃうんだって。あ、そうなんだ。そう、どのくらいやってたの？結構俺がまだ吉祥寺に住んでた時からあるから、うん、多分 4,5 年やってたんじゃないかな。うん、うん、こっち翔ちゃんのやつね。うん、はい、スプーンじゃなくてゴミ、うん、袋の方渡す。次
お弁当ですよね。いつものハンニバル、美味しそうで買いました。ひき肉のなんとか炒めとタコミート、あ、違う、なんだっけ、忘れちゃった。タコミートじゃない、タコミート、違って、ブロッコリーのアンチョビ炒め、うんうん、あと豚キムチのマヨネーズなんとかなんとか多いないただきます。うん、じゃあ俺のもちょっと紹介しよう。僕はこれです。こっちからゴーヤチャンプル、油淋鶏、きゅうりと鶏肉のバンバンジーです。うん、美味しい、うんうん、なんか食べたいのあったら、うん、取っていいよ、うん、うん、大丈夫、うん、うん、いいよ、はい、うん、これ後で豚キムチ食べた、食べた、あー、うまいな。ていうかさ、なんか花粉が結構飛び始めてさ、目がかゆいの、うん、でさ、うん、目薬さ、まだ買ってなくてさ、うん、買うの忘れちゃった、うん、うっす、冷た、何でうっすどんな話すん、どんなこと言うのかなラジオ薄いね。いや、いいんだよ別に、全然。いや、なんかさ、それでなんかいろいろ突っ込んでくれるかなと思ったら、なんか、うん、ふーんみたいな感じだけどこれはね、多分ね、翔太が悪いと思う。ほんと、うん、広げ広げてくれない俺花粉症じゃないからさ、うん、全然平気なのよ。絶対嘘だよ。あー、でももう、うん、だから小さい時とか、言うみたいなこと言ってなかったの？あ、去年言ってた。小さい時とかさ、うん、あの鼻炎だったから、まあほんと毎日のように鼻かんでたんだけど、うんうん、なんか治ったんだよね、大人になってから。あ、それ多分花粉症じゃないじゃん。でもなんか鼻とか全然噛まないの。花粉症ってさ、治るのかな、そもそも。え、治る、でも俺全然平気。治せるんだったら本当に治したい。小さい時から？違う、俺東京に出てきてから。ああ、そうなの、うん、え、だってでもさ、田舎の方がありそうじゃない？この東京砂漠に来てからちょっとね、逆側もね、見てほしいの、うちらが見てる目線を。ほら、綺麗じゃない、すこやか。いいね、光ってるね。そんな言葉知ってたの光ってるね、めっちゃいい。で、ビールを飲むっていうこの幸せ、幸せだよ、うん、汚れてんなよ何、暖かいなとか思ってんの普通に無言でなんか気持ちよく食べてた、うん、でもさ、それがさ、うん、我慢できるっていうか、苦じゃないってよくない、うんうん、確かに、うん、でも家とかでめっちゃうっせえじゃん、うん、はい、めっちゃ話しかけてくるんじゃん話しかけるよ、だって話しかける相手いないもんずっと喋ってるよね、うちらね、うん、なんだかんだくだらないことめっちゃ喋ってるよいやー、のどか、いいね。めちゃくちゃ寒いわけでもないしね、うん、ね、うん、美味しいでしょ、パンダ、あアンで終わらないでもらっていい大丈夫とかさ、心配してよ。
よく噛むよね。噛む、うん、俺平気。ほんと噛まない？噛まない。めっちゃ噛む。噛まない。なんだろう、どっか悪いのかな。俺噛まない選手権で結構いい方に行くと思った。そんな噛まない選手権とかあるの？ないけど。噛まない選手権を企画したら多分噛まない選手権で結構いい東京予選ぐらいまで行けると思った。マジか。どこがトップだ。何が優勝なの？分かんない。一回も噛まなかったら優勝だ。結構な人が優勝できそうな気がする。ボートとか乗る？乗らない。なんで？ボート好きだよね。好き。なんで？俺別に乗らなくていい。みんなボート好き？好き。何が楽しいの？ん？じゃあボートの良さを3つ答えて。なんだろう。出てこんのかい。なんだろう。出てきてないじゃん。ないの？なんか風が気持ちいいとか。ああ。なんかカップル感があっていいとかさ、ないんですか？ないかな。終わった。終わった。この話終わった。なんでそれでよくボートに乗りたいとか言うよね。意味わかんなくない？まあ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 。ただ乗るみたいな。そこにボートがあるからみたいな。そこに山があるからみたいな。とりあえず乗っとくみたいな。あ、とりあえずね。感じ。とりあえずボートみたいな。そうそうそう。あ、違うわ。間違った。とりあえずビールみたいなね。あ、そう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 。そういう感じね。振るよね。いや、どんぐらい入ってるかなと思って。だって炭酸抜けるじゃん。いや、大丈夫だよ。なんかさ、人のも振るじゃん。振るよ。なんでやめてほしい。本当にやめてほしいんだけど。あ、まだ入ってんね。入ってんね。やめて。ほんとやめてほしい、それ。超嫌がらせだから。いや、違うよ。それでもう違うよ。だって少ないからさ、余計炭酸がもうすぐ抜けちゃうんだって。だって捨てないじゃん、缶。いや、捨てるよ。だからさ、え、持てばいいじゃん、そしたら持つだけ。振ったら分かるもん。分かるもん。振ったら分かりやすいもん。いや、分かりやすいかもしれないけど。もうない。もうなくなる。俺もなくなる。うまいね。うん。よし、じゃあ飲み行くか。行ってきます。